大都会のそこに奴らは生きていた。ガッツさん、ガッツ。家もなく金もない。ある。ただ自由だけを持っていた。故郷と引き換えに手に入れた自由だけを。どっちでもいいとは思います。かける、あゆあゆみてえからついてきたんだろう。やっぱ俺ここでいい。ガッツ、ガッツ、10円拾った、10円拾った。ある。教授、3人のホームレス。今年もまた奴らは桜を追って旅立つ。北へ北へ、故郷へと続く道を。仕事場で怪我しちゃってさ、来月には保険とかそういうの入ると思うし、ちょっとはまとまったお金をくれると思うんだ。あゆみは？寝てる。元気？元気。怪我の方は大したことないんだよ。先週からさ。もういいから。もう送ってこなくていいですから。何？私再婚することになったの。だからお金送らなくていいから自分のために使って。もういいって、お金はいらないって。そりゃ大した額じゃなかったけど、だけど腹が減ったし、生きる必要がなくても腹は減ったし、そして寂しさとか恨み事とかいったものはいつの間にか、そう思い出さない限り忘れてしまった。ガッツ、ガッツ、あるさ、ある。私教授、ガッツだ、ガッツ、あるさ、ある。私教授、銀行、銀行。ガッツさん、今年は行きましょうか。随分稼げたし、ゆっくり歩いても白川の関あたりで桜に追いつくんじゃないですか。そうだな、この分なら今年は海を渡れるかもな。ハルさんはどうします？行きたい。ダメだよ、無理、邪魔。行きたい。ダメだって、昨夜も血吐いてたろ。だから戻れなくていいから。死んじゃったら捨てちゃっていいから。しょうがないですね。教授、春は無理だよ。ここで死ぬよりマシなんじゃないですか。
少しでもふるさとに近い方が。めんどくせえな。あれ絶対酒飲むんじゃねえぞ。まあね。本当だよ。本当。大丈夫だよ。大丈夫。二年ぶりですね。桜前線の旅。持ってよ、まあ、ちょっといやいやいや、俺だってクーラーボックスがめちゃくちゃ重てんだよ。お兄さん、お兄さん、ここどう？譲るよ。いいんですか？いいよ、少しだけ俺してくれればさ。少しって？こんなもんかな。どうする？いいんじゃない？これからみんな来るから後でいいよね。いいよいいよ、うん、ゴミとかさ、そのままにしてていいからね。あ、うん、ありがとう。行くぞ、ある。行くぞ。すぐ片付けるじゃん。うすげえいい場所じゃん。ね、いい場所。おお、じゃあお皿出して。飲むぞ飲むぞ。ビールは？あ、飲むね。ビールが良かったんだよ。あちゃん、ビール。うん、ビール。しっかりしろ。ここはあるにはこくか。いやマジで、いや本当にマジで、いや本当に
こうやって見てっとさ、平和だよな。くだらねえけど幸せだよな。羨ましいですか。さあね、今度こそ海渡ろうぜ。そしたらみんなともおさらばだ。渡りたいですね。教授はさ、向こうに何があるの。それは聞かない約束でしょう。うん、俺はさ、どうしても殴りてえやつがいるんだ。奥さんですか。違うよ、借金踏み倒した相手。一発だけでもさ、ちょっとアルさんと缶でも拾ってきます。アルさん、缶拾おう。アルさん、もういいから。もう送ってこなくていいですから。あの電話の後、俺はなけなしの金を送った。なんだかわからないけど、とにかくそう思った。家賃や何かを我慢すれば10万円近く用意できた。届いたかな、お金。なんなのよ、もう送らないでって言ったでしょ。ほら、保険とかそういうの入ったから。いらないから。送り返すから住所教えて。大丈夫だから。それに近々引っ越そうかなって。バカじゃないの、あなた。そんなだから借金こさえて破産してこんな風になって。バカじゃないの。悪いと思ってるよ。やめてよ、もうやめてよ。ごめん。再婚するって言ったわよね。来月入籍することになったから。ああそう。だから電話ももうこれっきりにして。でも、あゆみと…やめて。待っちゃうのよ。何ヶ月に一度しか来ない電話を待っちゃうのよ。この3年こっちからは連絡つかないし、たまに電話が来ればごめんばっかりで。勘違いしないでよ。怖いのよ。電話が鳴るとまたあなたじゃないかって、また謝られるんじゃないかって。私、あなたを責めた？ごめんなさい。だから電話しないって約束して。おい、大丈夫か。そんな飲んでないだろ。おい、靴を履け。靴、靴。あ、もうあっちゃ終わるか。靴履きなさい。片付けて、片付けて。あー、もうぐちゃぐちゃじゃん、もう。うん。まあいいや。うん。帰っちゃおう。よしよし。よし。あの、場所代、お金。え、何ですか、お金って。いや、場所代…いや、聞いてないですけど。ほら、約束した。いや、知りませんよ。ああ、ここにあるやつ、食べちゃっていいですから。いや、うん、飲むのも、どんどん飲んじゃって。うん、全部好きにやっちゃっていいから。ちょ、待って、いや、でもほら、もうしつこいな。怒るよ。うん。よし。
何やってんだろう。うわっ、ちょっとだけだ。いいだろ、ダメだって。うっ、出物ですよ。結構値がつくと思いますよ。Rさん、教授、ほらもういいや、帰るわ。大して稼ぎもしねえしよ。Rさん、飲んじゃったんですか。なんだよ、なんで約束守らねえんだよ、どいつもこいつも。それじゃあしょうがないですね。ここで打ち上げといきますか。私たちも飲みましょう。ずいぶん我慢してましたからね。ガツさんもでしょう。我慢ってわけじゃねえけどよ、こいつ飲んだら本当に終わっちまう気がして。とりあえずここでおさらばだからな。嫌だ。しょうがないですね。やめた。ほら、もうやめた。めんどくせんだよ。何のこのこんなとこまでついてきてんだよ。東京で一人で死んじまえばよかったろ。ガツさん、なんだよ、俺が悪いのかよ。子供元気かな。は、捨てちまった。だからいじめられて かな。確かめてどうするんですか。いい、やっぱ俺ここでいい。ごめん。
大丈夫かよ。もうダメか。ここは謝んなよ。しっかりすりゃいいんだよ。ごめん。もう少しだな。うん。なんてんだよ。名前。子供の名前。かける。かける？あるがつけたのかよ。そう。空かける。それを捨てちまったか。ひでえな。ひでえな。ごめん。ガッツんとこは。え？名前。あゆみ。俺がつけたんじゃねえよ。かける。あゆみ。一緒にすんなよ。捨ててねえから。一緒にすんなよ。憎み合って別れたわけじゃなかった。少なくとも俺は美和子を愛してた。友達のせいで破産して、だから離婚して東京に逃げた。ガツさん、俺、アルさん、俺、私。これじゃ海は渡れねえな。今年は稼ぎが少なかったですね。しょうがねえや。ここで解散だな。一人だけなら渡れますよ。どういう意味だよ。一人ならフェリーに乗れます。一人ってあるに決まってんだろ。ダメですか。いやさ、帰ろう。やっぱり怖いですか。そりゃそうだろうよ。誰に喜んでもらえるわけじゃねえんだし。それじゃあガツさん。やだよ。みんなの銭で俺だけなんてやだよ。教授どうなんだよ。一人で悟ったような顔しやがって。怖いです。でも私の場合後ろ向きですから。なんだよ後ろ向きって。皆さんのように会って嬉しいとかじゃなく、憎いんです。殺したいほど憎いんです。いや、殺してしまうかもしれません。だから行かない方がいいんです。行かない方がいいんですけど、ふるさとなんです。
帰れないのが悔しいんですよ。やめな、やめな。聞かねえから。すいません。アル、そういうわけだから。頑張んな。入りてえからついてきたんだろう。連れて帰れねえんだから。迷惑。アルさん。次はないです。決着をつけてください。フェリー乗り場まで？構わねえけど。荷台で結構ですが。そうはいかねえよ。ほら、ここ乗りな。よろしくお願いします。バカ野郎、不老者から小銭なんか踏んでくれるかよ。よろしくお願いします。おい、しっかり捕まっとるよ。あれ、かけるだってよ、子供の名前入るかな。どうですかね。なんか後味悪いな。厄介払いですか。それもあるけど、やっぱ俺が行けばよかったかな。あんな姿見せてどうなんだよ。毎年さ、海渡れねえこと分かってここまで来てたんだ。ここまで来りゃ許されるような気がしてさ。春は許してもらえんのかな。どうですかね。どっちでもいいと思います。ただ私たちより少し進んだと思います。桜も海を渡りましたね。教授、ここで別れようぜ。俺もう一遍仕事探してみら。もしもよ、万が一娘の方は俺にどうしても会いたいって時にはよ、俺だって会ってやりてえし。そうですね、それがいいですね。でももし河川敷でまた会っても気軽に声をかけてくださいね。バカにしやがって。そっちこそ思い悩んで首くんじゃねえぞ。大丈夫です。私はとうに自分を許してます。それに生きてることそんなに嫌いじゃないんです。じゃあな。
桜の木の下で僕は待ってるよ。だってお父さんとの約束だから。ごめんなさい、僕がいい子にしてなかったから。お父さんはきっと迷子になってしまったんだ。桜の木の下で僕は待ってるよ。だけどもう思い出せないんだ。お父さんは白いシャツを着ていたよ。空はとても眩しかったよ。30数える間に花びらが2枚僕の体に乗ったんだ。ごめんなさい。だけどもう思い出せないんだ。あの向こう側に消えた白い背中しか僕は思い出せないんだ。だから桜の木の下で僕は待ってるよ。だから僕を見つけたら大きな声で名前を呼んでほしいんだ。だってお父さんがくれた宝物だから。